トイック受験企画オーディションきちんとやり取りができる方だけにさせていただきます。勉強時間は取ってくださいね。アドバイスしていくと思ってください。ということで始まりましたマテツチャンネル。さあいよいよですね、タイトルにある通りトイック受験企画オーディション、謎の日本語だな、始めたいと思いますとかやりたいと思います。はい、まあ今のところね、その大学受験で追っていってる人たちはいると思うんですけど、やっぱり大学受験だけじゃなくて私といえばトイックの人なので、そのトイックのですねノウハウ的なものがまあ山ほど蓄積されているわけですよ。なのでそこをやはり出していかないわけにはいかんだろう、いかんだろう、いかないだろうというわけでですね、それのオーディションを開催いたしたいと思います。まあ間口がバーンと広がっちゃうので怖いなと思ってやってなかったんですけども、一斉テストっていう形にすればできるかなと思います。はい、まあ未だにねその受験の動画を出すたんびにですね、毎週ですよ、毎週僕もやりたいです追ってくださいって人が連絡来るんですね。これすごくないですか、毎週ですよ。しかも顔出せませんとか、僕は関西ですとかね、ズームで出演とか、ただただ指導してくださいみたいな人もいますし、もういろんな人が送られてくるんですけど、まあ大変なんですよ。やっぱ子供を相手にするとですね、やめてしまうことがほぼほぼなんですね。まあやっぱ責任っていうのが持てないものなので、なんで今回はいよいよ大人である必要は別にないんですけど、だ高校生とかじゃなくて、もうやっぱ大学生だったりとか、その大人の人ですね、を対象に行おうと思います。これであれば別になんかいろんなね、許可取りとかが必要だったりとかしないので、やっぱ親に反対されちゃおうとかっていうのもあったりしますし、なんで、そういうのがないということです。だつまり、今は坂上さんがね、トイック受けて頑張ってやっていってますけど、同じように皆さんも頑張って受けるということになります。はい。トイック受験したい。はい。僕に追っていってもらいたいっていう人を募集します。ただ、これもまた全員ってやってしまうと無理なので、まずやはり関東ですね。すみません。ちょっとやっぱり、わざわざ遠方から来てもらうっていうわけにはいかないと思いますので、なんで、来れる方でお願いいたします。そして、当たり前ですけど、撮影できる方ですね、顔出しが可能な方です。あ、偽名で構いません。本名でやる必要はありませんが、顔を出してくれる方を募集いたします。はい。別に年齢制限とかはありません。で、また、ツイッターの DM に送ってもらえればいいんですが、やはりきちんとやり取りができる方だけにさせていただきます。なので、スクリーニングしますので、なんか、追ってくださいとか、応募したいですみたいなのだけの人には返しませんので、きちんと書いていただきたいと思います。まあ、ステアカで来る人も多いんだよね、受験企画ね。ちょっとどうなるかわかんないですけど。まあ、ちなみにその、今回のね、第2の坂上オーディションで、圧倒的に対応が良かったのが、おばただったんですよ。もう、すんごい、まあ、相当な人数いたんですけど、ちゃんとやり取りして、ですごいやる気を出して、でこうやり取りしてくれたのが終わっただったんですね。まあ結果として彼しか残ってないわけなんですけど、最初の募集の一番最初の募集段階で来た人はね、なんで今度はトイックになりますので、で他には条件として当たり前ですけど、トイック受験してくれる人ですね。1年後に受験しますとかっていう方無理です。で毎月受けろとまではいかないですけど、やっぱね2ヶ月に1回とかはちゃんと受けてくれる方で、ちゃんと結果を発表してくれる方ですね。結果こううちのねチャンネルでこうボンと出しても構わないという人だけですね。で、まあ、この企画の意図としましては、今までの受験企画もそうなんですけど、これに出ることによってサボれなくなるっていうやつですね。これがやっぱり大きなものなんで、まあ大畑自体もそうですし、こういうことによってサボれない。で、さらには当然有名になりたいって人たちにとってはね、すごくいいことですし、プラスで普通じゃ味わえないような経験ができるってことですね。坂上さんだって普通じゃ味わえない、いろんな経験をしていて、まあこれがもっともっとまだありますから、坂上さんのやつは今後も用意してありますので、本人には全然伝えてないけど、普通じゃ経験できないことができる。で、まあ当然それでね、うまくいけば、まあ坂上さんなんかはいろんなオファー来てるんですよ、彼にもね。そういったこともありえますし、様々なことが待っていると思ってください。やはりですね、自分がもう100回満点取ってしまったら、なんかこうないじゃないですか。今はなんか100回満点取るっていう目標みたいなのがある、区切りみたいなのがあるから、自分もやるぞってなってるし、視聴者の皆さんもわーってなるけど、超えちゃったらなんかはーみたいになっちゃうと思うんですよね。
みたいな、おめでとうみたいなね、うん、よかったね、知ってたとかですね、あ、またかみたいなのになっちゃうと思うんで、ちょっとね、まあ101、102とかだったらまだまだなんか数値としていいけどさ、132回目ですとかっていうの、はぁ、みたいな感じじゃないですか。だから自分じゃなくて他の人にっていう感じかな。で、別にあの学校通ってますとか、大学行ってます、会社行ってます、関係ありません。あ、ただ会社行ってる方はね、勉強時間は取ってくださいね。それがやっぱ取れない、全く勉強時間なんか取れませんっていうのでやってもらっても仕方がないので、それはお願いします。勉強してください。はい、その時間の確保ができるっていうのはもう必須、絶対。はい、でこの何時間とかっていうのは難しいですね。大学受験と違ってやっぱ働いてる人ってそう簡単にはね取れないので、なんかこう決めるとかっていうのはありません。はい、で応募の時はまあ現在までにですね、どういった英語の勉強をしてきたかとかっていうのも欲しいし、まあ、どういう経歴なのかっていうのも欲しいです。はい、でさらには現状の点数とかですね、はい、これだけ持ってますよみたいなのが欲しいですね。でそれを見て、まあ、総合的に、あ、この人だったらきっと追いかけていっても挫折しなさそうだなと、ね、真面目にやってくれそうだなっていう方を応援していきたいなと思います。具体的な、まあ、指導に関してですけども、大学受験企画だとやっぱりいろんな専門家と実際会えるっていう機会をね作ったりすることができましたけど、まあ英語系も同じです。当然英語系 YouTuber のねつながりとかもあるっていうか、まあ自分がトイックめちゃめちゃ詳しいのであんまりそういう必要はないかなとも思うんですが、それぞれに、あ、じゃあこういう風に進めていきましょうみたいなのを言うこともあると思いますし、それぞれがなんか英語の学校を使ってますとかっていうんだったら、それはそれで構いません。はい、今スタサップ見てますとかね、 ABC と使ってますとかっていうのも全然構いません。でそれぞれの話を聞いて、じゃあこういう風にしていきましょうかとかっていうのをアドバイスしていくと思ってください。ただ一日一日のコーチング的なものをやるとかっていうわけではありませんので、そこは勘違いしないでくださいね。そんな時間ありませんので、だからまずモチベーションをきちんと保てる、追われてますからね、モチベーションが保てるし、さらにはアドバイスを与えることができる、参考書だったらこれやった方がいいですよとかっていうのも言うことができます。直にアドバイスを受けることができます。はい、ただコンスタントに撮影に来れる方ですね、これが重要になりますので、でまだあの撮影の日とか時間っていうのは決まっていませんので、それ決まりましたら日時ですね、場所とお送りいたします。それで、ああ、その日はダメなんですって言ったらもうおしまいです。それは無理ですからしょうがないです。できないんだったらもう来れないってことですので、ね、フレキシブルに撮影に来れる方をお願いします。だから小畑なんかはもういつでも行きますみたいな感じだったんでね、で実際ね撮影には半分も来なかったですからね、受験企画ちょっと社会人編どうなるのか全く分かんないですが、社会人や大学生の場合は一体どういう風になるのか不明なんですけども、そういった形でやりたいと思いますね。ぜひ応募していただければと思います。はい、だからね、いつも応募してくれてたあなた、そうですね、もう2回ぐらいくれてたけど返してなかったですけど、どうぞやっと日の目を見ますと、追ってほしいってずっと来てたけど、追ってあげますよ、ちゃんと来てね。はい、実力テストをする日があります。で別にそこで何点取んなきゃいけないとかはありません。その目標点がこれぐらいですで、でどれぐらいのレベルかなっていうのを見て、まあ、やる気だったりとかですね、その辺のことを聞いて、よし追っていこうっていうのを決めたいと思います。はい、ということです。なので基本的にはトイックを勉強してくれる人、撮影に来てくれる人、顔出しできる人、ちゃんと得点をこのチャンネルで公開してくれる人という形になります。はい、よろしくお願いします。これでね、また皆さんに勇気を与えられればいいんじゃないかなと思います。はい、応募してきてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.